こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は超リテラシー大全について解説していきます。今は情報過多の時代です。たくさんの情報があります。でも情報が多すぎるのはしんどいです。何を信じていいかわからないです。本当のことだけ教えてほしい。誰だってそう思っています。この本は正しい知識のみが書かれています。投資家、医者、不動産のプロ、弁護士などが正しいと考える情報を教えてくれます。この動画ではお金、投資、法律を中心に伝えます。あなたのリテラシーを上げる正しい知識を9個解説します。1個目、老後2000万円を信じてはいけない。老後2000万円問題はよく言われます。そもそも老後2000万円問題とは何なのか、しっかりとあなたは理解してますか？これは65歳の夫と60歳の妻が年金だけで暮らすことを想定したケースです。夫婦2人の生活費が月に約26万円で、そのうち20万円程度が年金でもらえます。そのため月に5万5000円ほどマイナスになります。これが30年続くと2000万円になるという計算です。これが老後2000万円の内容です。しっかりとまずはここを理解してください。しかしこれは今の制度のままが前提です。あくまでも夫婦2人で年金を毎月2人分もらっていた場合です。年金はこれから下がる可能性が高いです。今現役で働いている僕たちは2000万円では足りない可能性が高いです。受け取れる年金が大幅に減るかもしれないです。また近年は退職金も減少傾向です。フリーランスとして働く人も増えています。そもそもフリーランスには退職金という概念がないです。年金でもらえる額も少ないです。2000万円は全く当てにならない数字だと思ってください。では年金を全く当てにしない場合、どれくらいのお金が必要なのか。だいたい1億円程度必要です。なぜ1億円なのか。単純計算で月に27万円程度で30年分です。1億円があってようやく先ほどの計算結果と同じレベルの暮らしができます。もちろん時代が変われば働ける期間も伸びます。物価も変わります。なので正確にはわからないです。このように老後2000万円とか実は1億円といった数字だけを漠然と追いかけてもダメです。あなたが今後お金に困らないためにあなたにやってほしいことが3つあります。1つ目は今のお金の使い方を見直すこと。2つ目は必要なお金を明確にして一発逆転を狙わないこと。3つ目、投資の正しい情報を身につけることです。まずは使い方です。例えば、クレジットカードのリボ払いはやめてください。不必要な保険に加入もしないでください。服や車など、見栄のための出費もやめてください。まずはお金の使い方を見直すことが大事です。2つ目は、とりあえず何でもいいから1億円稼ぎたいなどのように、一発逆転のギャンブルをやめることです。宝くじがその代表です。確率の低いところに期待しないでください。現実を見ることが大事です。3つ目は、投資の知識をしっかりと身につけることです。インデックスファンドをして、コツコツと積み立てて投資し続けてください。それが資産運用の王道です。後ほど解説をします。ここの話をまとめると、必要な数字っていうのは人それぞれです。数字に踊らされず、自分のケースで計算してください。2個目、日本人は保険に入りすぎ。必要な保険は3つしかない。あなたに必ず見直してほしいのが保険です。大きな病気をした時のために医療保険に入っていませんか？老後のために養老保険に入っていませんか？子供のための学資保険入っていませんか？これらはいらない保険です。そもそも保険とは人の不安につけ込んだ商品です。もし病気で働けなくなったら、パートナーが倒れたら、事故に遭ったらなど、最悪のケースに怯える人に安心させるための商品が保険です。結論から言うと、ほとんどの保険に入る必要はないです。入るべき保険は最大で3つしかないです。それ以外の保険っていうのは入る必要がないです。具体的には入るべき保険は3つです。1つ目は、扶養家族がいる場合、掛け捨ての生命保険に入ってください。
2つ目、持ち家を持っている場合は火災保険に入ってください。3つ目、車を持っている方は自動車保険に入ってください。1つ目は掛け捨ての生命保険です。積み立て型の保険はやめてください。掛け捨ての生命保険が必要なのはパートナーがいたり子供がいるなどの扶養家族がいる場合のみです。独身の方には必要ないです。2つ目は持ち家がある場合火災保険に入ってください。ほとんどの場合住宅ローンを組む際に加入が義務付けられています。3つ目は自動車保険です。必要なのは事故を起こした時の対人対物への保証です。費用がいくらになるかわからないため無制限のものを選んでください。一方車両保険は必要ないです。万が一の時には手元の貯金で負担してください。そもそも一人身で賃貸物件に住んでいる場合保険を入る必要はないです。まとめると必要な保険は3つです。掛け捨ての生命保険、火災保険、自動車保険、この3つで十分です。3個目、保険はセールスマンから買ってはいけない。保険はすべてネットで契約してください。営業マンとは付き合わないでください。営業マンはセールストークで言葉巧みに説得してきます。人柄のいい営業マンだと断るのも難しくなります。ついつい必要のない保険を契約してしまいます。あなたが今後保険を契約するときは全てネットでやってください。ここでは絶対に入ってはいけない、おすすめできない保険を紹介します。それは養老保険、外貨建て保険です。投資性のある保険はやめてください。営業マンはこう言ってきます。半分損金になるため節税になる。運用はプロに任せた方がいい。やめてください。なぜ入ってはいけないのか。運用効率がとにかく悪いからです。例えば月5万円を貯蓄型の保険に払っているとします。純粋な投資であれば5万円すべて運用に回すことができます。しかし保険会社では手数料や保証の分のお金が抜かれて余ったお金だけが運用されます。運用される金額が月に1万円とか2万円違ってきます。この1万円は本当に大きいです。時間が経つと100万円以上の差になってきます。保険は保険、投資は投資として明確に分けた方がいいです。もしあなたが貯蓄性のある保険を契約している場合、解約をして戻ってきた返礼金を元手に資産運用を行ってください。保険は最低限にしてください。ネットで安いものを契約してください。まとめると、保険をセールスマンから買ってはいけない理由は、間違いなく必要でないものを提案されるからです。4個目、リボ払いや銀行の預金がダメな理由。ここからは資産運用の方法について説明していきます。資産運用で最も重要なことは、金利とリスクについての考え方です。お金のプロが絶対にしないお金の使い方があります。その代表がリボ払いです。大手の金融機関も支払いは毎月一定額で安心と宣伝をしています。しかし安心してはいけないです。リボ払いは借金です。安心しないでください。年利が高すぎます。どこの会社も 15% 程度に設定しています。法定金利の上限設定です。年利 15% がどれほど高いのか投資に置き換えると分かりやすいです。投資で年利 15% 以上を見込める方法は FX のようなリスクが非常に高い商品のみです。お金の世界ではリスクとリターンを天秤に考えるのが絶対のルールです。利回りが高い投資ほど損失のリスクが高くなります。もし利回り 15% で安全な投資、そう説明される商品があれば、それは間違いなく詐欺だと思ってください。15% 確実に得られて安全なんていう投資はないです。 15% とはそれくらいの金利です。では利回りとリスクは具体的にどのように考えればいいのか。あくまでも目安ですけど、予想される利回りの5倍から6倍程度は元金が減る可能性があると考えてください。例えば利回り 10% 以上の投資商品であればマイナス 50% から 60% になる可能性があるってことです。100万円が40万円から50万円に減る可能性があります。利回り 5% ならマイナス 25% から 30% です。100万円が70万円から75万円程度になる計算です。
リボ払いや FX などのハイリスクなものはやめてください。ではなぜ預金もダメなのか。それはお金が増えないからです。あなたは72の法則を知っていますか？72の法則とは、72割る金利イコール手元のお金が2倍になる年数を示したものです。年利 6% だと72割る6で12年でお金が倍になるってことです。例えば一般の銀行の預金金利は定期預金で 0.002% 程度です。倍になるまでになんと3万6000年もかかります。この結果を聞けば、資産運用のプロが預金を進めない理由がきっとわかるはずです。預金っていうのは基本的に日々の生活と万が一のためのお金です。それ以外は投資に回してください。具体的には生活で必要なお金を数ヶ月から1年分くらい預金してください。そして残りのお金を投資に回すのがおすすめです。僕もそうしています。まとめると、リボ払いや銀行預金がダメな理由は金利とリスクについて考えていないからです。金利の高すぎる投資とか借金はやめてください。預金は必要最低限にしてください。5個目、ギャンブルになる投資と堅実な投資の違い。投資は大きく2つあります。長期投資と短期的に利益を上げる短期投資です。投資のプロが初心者にお勧めするのが長期投資です。長期投資とはコツコツと投資をして時間をかけて複利効果で元手を増やすやり方です。僕もこれでやっています。初心者の人におすすめなのが投資信託です。そこから始めるのが王道です。一方、ギャンブルになるのが短期投資です。 FX、 仮想通貨、バイナリーオプションなどはやめてください。その時一瞬が勝負の投資だからです。リスクが非常に高いです。資産形成と運用の基本はプロに任せた長期投資をやることです。知識や経験のない人は投資信託一択に絞ってください。そもそもどんな分野でも専門家になるには10年程度は経験とか知識が必要です。1日8時間以上お金の情報に触れているプロと他に本業を持ちながら投資の勉強をする人では埋まらないほどの大きな差があります。投資を検討するときは自分のライフスタイルとマッチするのかを考えてください。まずは手堅い投資信託から始めてください。まとめると、投資信託から知識をつけていくのが王道です。6個目、資産運用の王道は投資信託。投資信託が優秀な点が3つあります。1つ目は運用をプロに任せることで手間とリスクを減らせることです。2つ目は資産運用は長期分散投資が大原則です。複利効果で資産を増やしながら投資対象を分散させてリスクを減らすことができます。その点、投資信託はパッケージ商品のため買った時点で分散投資が可能です。3つ目は月100円からでも始められてハードルが低いことです。そしていい投資信託を見極めるポイントが6個あります。1個目、インデックスファンドを選ぶことです。投資信託にはインデックスファンドとアクティブファンドの2種類があります。インデックスファンドは日経平均やトピックスや S&P500 などの指数に連動させる王道の運用方法です。保有コストである信託報酬も安いです。一方、アクティブファンドは運用担当の独自の方針で銘柄を選ぶものです。信託報酬が高くリスクも高いです。そのため最初はインデックスファンドから始めてください。2個目は積立 NISA に選ばれている銘柄を選ぶことです。なぜなら積立 NISA に選ばれている銘柄は国が対象を選定しています。初心者にも安心の投資信託が多いです。3個目は純資産残高が増えている銘柄です。右肩上がりになっている投資信託は投資家の注目を集めています。いい投資信託が多いです。4個目は分配金が再投資される投資信託にすることです。投資信託は運用益によって配当収入が生まれます。この配当収入は自動的に再投資に回される方がいいです。5個目は信託報酬が 0.5% 以下のものにしてください。6個目は投資対象に偏りがないことです。投資でリスクを抑えるために分散投資をしてください。日本だけのように特定の国の銘柄ではなくて全世界が対象の銘柄を選ぶようにしてください。6個の条件にできるだけ当てはまるものが2つあります。それを紹介します。僕も購入しています。1
1つ目は eMAXIS Slim 全世界株式です。世界中の企業の株が対象の商品です。2つ目は eMAXIS Slim 米国株式 S&P500 です。アメリカの500社の株が対象です。まとめると、最初は投資信託から始めた方がいいです。プロによる運用でリスク分散ができているからです。7個目、金融機関がおすすめする商品を選んではいけない、買ってはいけないものが2つあります。1つ目は金融機関の人が勧めてくる商品です。買わないでください。なぜなら銀行も証券会社も自分たちの儲けがいい商品を積極的に勧めるからです。窓口に行かなくても、ほぼ全ての投資信託はネット証券で購入できます。もし金融機関の窓口でしか買えない商品があったとしても、それは金融機関が売りたい商品です。保険と同じで人から買わないことが重要です。2つ目は手数料が高い投資信託もやめてください。手数料は4つあります。購入時の手数料、信託報酬、信託財産留保額、解約手数料です。購入時の手数料は購入時にかかります。信託財産留保額と解約手数料は解約時にかかる手数料です。これらがかかる商品はまず買わないようにしてください。そして信託報酬は 0.5% 以下を目安にしてください。安ければ安いほどいいです。まとめると、金融機関がおすすめする商品を選んではいけない理由は、金融機関にとって都合のいい商品を売られるからです。購入はネット証券だけにしてください。8個目、トラブルのすべてを弁護士に頼めばいいわけではない。ここからは法律のリテラシーを紹介します。トラブルが起きたら2つのケースを考えてください。弁護士に頼んだ方がいいケースと頼まなくてもいいケースです。そもそも弁護士とはどんな職業なのか、あらゆる種類の法律事務を扱って裁判所や行政機関のすべての手続きを代理人として行う仕事です。これは弁護士だけに認められた業務です。弁護士以外の人が報酬目的で行うと違法になります。ただし、すべての分野での手続きが弁護士にしかできないわけではないです。公正証書や遺言状などの作成は司法書士や行政書士にお願いできます。知的財産のトラブルは弁理士にお願いもできます。そもそも相続などの問題は事前にきちんと整理すれば、わざわざ弁護士に頼まなくてもできます。では弁護士に頼むときはどんなときなのか、大きく3つあります。1つ目は訴訟が絡んでくるときです。特に問題が複雑な場合、弁護士に相談することをお勧めします。2つ目は訴訟を起こされて相手が弁護士を立ててきた場合です。こちらも弁護士を立てた方がいいです。3つ目は予期せぬトラブル、事故のときです。自動車の事故や痴漢の冤罪事件に巻き込まれたときなど、弁護士がいた方が有利になる場面ではお願いしてください。まずは本当に弁護士に頼むべき問題なのか、あるいは司法書士や行政書士にお願いできないのか、または自分たちで処理できる問題なのかを検討してください。まとめると、弁護士に依頼すべき3つのケースは、問題が複雑な時、相手が弁護士を立ててきた時、自動車の事故や冤罪事件に巻き込まれた時、この3つです。9個目、民事裁判は起こさない方がいい。民事裁判は刑事訴訟と違って誰だって起こすことができます。民事訴訟は話し合いでは解決できなかった問題でも裁判所の判断で決着をつけることができます。どちらが悪かったのか白黒はっきりさせることができるのがメリットの一つです。しかし、民事訴訟による解決はよほど込み入った問題でない限りお勧めはしないです。なぜなら民事訴訟には時間もお金もかかるからです。また何よりも心身に負担がかかります。ではどれくらい時間がかかるのか、平均して約9ヶ月です。精神的なストレスはかなりのものです。またお金については、大きく訴訟費用と弁護士費用、この2つがかかります。裁判、訴訟の費用は裁判所の手数料など10万円から数百万円かかることもあります。弁護士費用もピンキリです。借取金、報酬金などがかかります。特に少額をめぐっての裁判の場合、勝ったとしてもかけた費用の方が大きくなるケースがあります。一般的に
相手を訴えるときは気持ちの問題がほとんどです。拘束時間や加算でいく訴訟費用に耐えられず、ほとんどの場合は和解、すなわち示談で解決されます。実は司法統計によると、民事訴訟のうち判決にまで至るのは約4割しかないです。つまり多くの場合、話し合いで落としどころを見つけて示談金などを払って解決しているってことです。まず何かトラブルがあったら、話し合いや交渉による解決を第一に考えてください。それでも訴えるべき理由があるなら、訴訟を起こすという最後の選択肢にしてください。まとめると、民事訴訟をなるべく起こさない方がいい理由は、時間、お金、精神的な負担が大きいからです。結局示談で落ち着くことが多いです。それではまとめいきます。1個目、老後2000万円を信じてはいけない。老後2000万円、実は1億円必要。数字だけを漠然と追いかけるのはやめてください。あなたのお金のリテラシーを高めるには、この3つをやってください。今のお金の使い方を見直すこと、必要なお金を明確にして一発逆転を狙わないこと、投資の正しい情報を身につけることです。2個目、日本人は保険に入りすぎ。必要な保険は3つしかない。1つ目は扶養家族がいる場合の掛け捨ての生命保険、持ち家がある場合の火災保険、車を持っている人は自動車保険に入ってください。3個目、保険はセールスマンから買ってはいけない。おすすめできない保険が養老保険や外貨建て保険などの投資性のある保険です。保険をセールスマンから買わないでください。間違いなく必要でないものを提案されます。4個目、リボ払いや銀行への預金がダメな理由。リボ払いや銀行預金がダメな理由は、金利とリスクについて考えていないからです。金利の高すぎる投資とか借金はやめてください。預金は必要最低限にしてください。5個目、ギャンブルになってしまう投資と堅実な投資の違い。FX や仮想通貨、バイナリーオプションの投資はやめてください。短期投資はリスクが非常に高いです。投資信託一択に絞って、まずは始めてみてください。6個目、資産運用の王道は投資信託。いい投資信託を見極めるポイントは6個です。インデックスファンドを選ぶ、積立NISAに選ばれている銘柄、純資産残高が増えている投資信託、分配金が再投資される投資信託、信託報酬が 0.5% 以下、特定の国に偏ることなく分散投資されているもの。7個目、金融機関がおすすめする商品を選んではいけない。買ってはいけないものは2つです。銀行や証券会社の人が勧める投資信託、手数料の高い投資信託です。8個目、トラブルのすべてを弁護士に頼めばいいわけではない。弁護士に依頼すべき3つのケースは、問題が複雑な時、相手が弁護士を立ててきた時、自動車の事故や冤罪事件に巻き込まれた時です。9個目、民事裁判は起こさない方がいい。民事訴訟をなるべく起こさない方がいいです。お金、時間、精神的な負担が大きいからです。結局示談で落ち着くことが多いです。正しい知識を身につけてください。正しい知識を身につければもう悩むことはないです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。